アイダホ州のシルバークリーク、フライフィッシャーなら誰もが一度は訪れてみたい理想的な川の一つです。30年間キャッチ&リリースが守られ、毛張り慣れした賢いマスが多く、また水生昆虫も多様で、何種類もの虫が同時に羽化するためフライ選びが難しい、まさに釣りし泣かせの川です。イエローが少ないのかな。飛びギラですよね。あれを段行ってるな。あ、違う。魚は飛びケラに来ているようです。飛びギラが随分出てますよね。イエローが少ない。まあ、この倍欲しいね。ああ、でもまあ、でかいじゃん。こいつはね、だけどちょっと、あ、カゲロクって、刻々と餌が変わりますからね。刻々と餌が変わる。お好みが違ってくるんですよね。夕方のシルバークリークは分単位で魚が狙う虫が変わります。よし、来た。40あれば7X なんであまりもできないですから、レインボーですね。おー、綺麗だ。5万。あ、出ました。これだけあれば10キロでしょ。多分プロテクニックですよ。あった、いつか。あ、プロテクニックがたくさん入ったんですね。これは嬉しくなっちゃったな。しかし読みが当たっても毛針の出来が悪ければ魚は来ません。小型島トビケラのピューパ、
さなぎのタイング。ボディを巻いて、ソラックス部を作ります。ブラウン色のファーです。で巻き留めて余分な部分をカットします。次にウィングケースの色を確認します。でバーナーに、2枚挟み、焼きます。で、カスを取って2枚になってますから、それを分けて光った面を手前の方につけます。でもう片方をつけ、いらない部分をカットします。でこれを補強のために、ヘッドセメントを両側のウィングケースに塗っておきます。でパートリッジを抜いて V字型に剥いで、それを針上部に取り付けます。で余分な部分を切り取ります。でアイはモノフィラメントを焼いて作ります。柔らかいうちに少し手で触れてやると綺麗な円ができます。でたすき掛けの要領でそれを取り付けます。上部にですね。でウッドダックを2本、これはアンテナです。2つに分けて左右対称になるように、これもたすき掛けの要領で取り付けます。でいらない部分をカットします。でウィップフィニッシュです。フィニッシャーをかけてスレッドを切ります。ヘッドセメントをアイの部分と裏側のヘッドの部分につけます。でこれで完成です。で実物と比較していますけども、グリーンのボディと黒いウィングケースが特徴です。続いて小型シマトビケラの成虫のタイング。ボディファーを、作ります。これでボディですね。ダビングをしてボディを作ります。少し多ければ、取ってください。で余分な部分が出ればそれをカットしてください。これは CDC を2枚、真ん中ほどで分けて、ツイーザーの先に挟みます。それを片手で折り返します。でウィングの格好がここで整いますので、それを上部に左手でそれを持ち替え取り付けます。この時にウィングの位置がずれないように、で先端をカットします。少し取っておいてください。これはでハックルですね。これゲージで、針の大きさを測ると非常に便利に使えます。
で、剥いだものをちょっと切って、それを上部に、表面を持って取り付けます。で、ハックルプレーに挟み巻き出します。で、この位置で止めます。で、いらない部分をカットします。次にあのウッドダックですね、これを2本取りまして、左右対称にですねなるように上部に取り付けます。で、余分な部分を切りまして、ここでフィニッシャーです。フィニッシャーをかけます。で、スレッドをカットします。そして、ハックルを V 字型にカットします。なるだけきれいにですね。これは、トビガラの成虫が水面上にまっすぐ浮いてると同じようなことで、ボディがまっすぐ水面に対して浮くという、そういう配慮です。で、ヘッドセメントを、塗ります。これで完成です。実物と比較してもそのリアルな感じがお分かりになると思います。完成した毛針を実際に川で流してみます。はいはい、いいよ、いいいいいい、すごくいいよ、すごくいい。これはどうするの？これはあのトビケラのアダルトフライを今水面でテストしているところですけれども、非常に浮力のあるウイングが大切です。逆さに引いても潜らないような、そういうマテリアルと、あとはそのプロポーションですね、それを下から見たプロポーションがこれから出ますけども、それが大切です。これはあのトビゲラのサナギです。この虫はあの水面直下を泳ぎ回る種類ですので、水面直下を流すような、そういう工夫で使います。上下で見ると水面ギリギリにいるのがわかると思います。毛針は実践で試され、さらに改良が加えられます。飛んでますよね。飛びだけやってみますね。触ってるだけ、触ってるだけ。要するに違うよって言ってんだよ、あれ。それは違うよって言ってんだ。触っただけでしたよ。違う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 。毛針はもっと上だ。このコースだ。これだ。うん。ふわやま嫌だよって言うんじゃないですか、これ。ね、だからさ、食べてない、食べてないんだよ。飛びゲラ系じゃないんですよ、これ。カ
ゲロウ弾ですよね。これでいくでしょ。ああだ、うまいんだか下手なんだか、気割れですよね、今出たのね。これが釣ってもし野生だったら大した魚ですね。選んでますもんね。相当鍛えられてる。鍛えられてますよね。養殖だったら下手なんですよね。ああ、ダンだね。ウイング立ってるよね。立ってる。だダンだよねこれね。それほどセレクティブとは思えないんですけれども、違うかな、これいいコースだね。ああ出ないね、出ませんね。糸が見えてんのかな、下からやってるからね、そんなとこだな多分。意図を感じてるんだもんね。おっと、あ、しゃった。この野郎。ことも可能になります。ブロックですね。カゲロウの幼虫のタイング、幼虫の毛針はその動きが命です。まるで生きているような動きはどのようにして生まれるのでしょうか。このフライはニンフなので、円線を巻きます。針の形状を見ていただきたいのですが、その形状が少し曲がっているのがお分かりになると思います。それは針と重りのバランスによって、シーソー運動で毛針を動かすと、それが最大のポイントです。それで 0.45 のものを2巻きします。
これは段差がつかない、ダビング材に段差がつかないためにつけておくものです。瞬間接着剤ですね。ここに入れます。で、下向きを始めます。カーブのちょうど曲がったところまでこの辺りですね、カットしまして、シルバーフェザントのファイバーを3本ですね、これを下巻きの終わったところにつけます。この時あの長さに気をつけることですね。で、後ろに1回回すと開きます。次にあのリビングにする、ティンセルを手前方向につけます。はい、これホルダーで固定して次にこれあのウッドダックですね、 7,8 ミリ幅で、でこの白いところをカットします。で、裏を上にしてつけます。次にダビングを始めます。これはあの田代ニンフダブの大蓋オカゲロウです。これは後であのエラをかき出すことがありますので、あまりタイトにしないで少しルーズに巻きますね。ルーズにダビングします。で、重りの真ん中ほどのところまで、で次に先ほど の, あのオーバーボディですね、ウッドダックを戻します。これカットします。で、次にリビングですね。6回ぐらいですね、巻いてここで巻き止めます。で、次に、ウィンケースですね。クロークリールを6、7ミリですね。で、先の細い部分はカットします。で、つけます。で、裏面がこう戻ったところによってここが光りますから、より本物らしく見えると。今度ソラックス部ですね。ソラックスの部分を作ります。ダビングをして、ここはタイトに、ダビングして結構です。こういう感じですね。タイトにダビングして、これはパートリッジですね。ナチュラルグレーのところを選んで、これは V 字型にカットですね。 V 字型にカットしたものをここに乗せます。で、ここで巻き取ります。これがレッグですね。足になるわけですね。これをカットして、で、ウィングケースをかぶせます。ウィングケースをかぶせます。これカットします。で、あとはヘッドをきれいに製作します。ですね。で、ここで一度フィニッシャーをしてしまいます。はい、
次に先ほどの柔らかく巻いたルーズに巻いた、ダビング剤をこのようなもので、書き出します。はい、書き出しました。それを今度両手で平らにですね伸ばします。でカーブのついたシザーズで形を整えます。この時に足を切らないように気をつけてください。これで、オーバーボディですね、ウッドタックをつけたところと、あとはウィングケースですね、ウィングケースとヘッドですね、ヘッドにこれ乗ります。これ伸び縮みしますので、魚に食べられた時にもなかなか壊れにくいっていう利点がありますので、このフレックスメントがいいですね。カゲロウの幼虫の毛針は体全体の動き、手足の動き、そして尻尾の動きと3箇所の動きで魚を誘うフライになっています。マダラカゲロウの羽化。このカゲロウは水面に浮き上がり漂いながら羽化する川虫です。このフローティングニンフの状態が最も魚に狙われます。この瞬間を横から見るとこうなります。マダラカゲロウの羽化寸前、フローティングニンフのタイイング。これは赤マダラカゲロウのフローティングニンフです、下巻きをまずします。次にスチロールを切ります。余分な分を切って、こんな膨らませて、上の方を3、4回回して、ここ巻き込んじゃいますね。はい。ブロンズマラードを3本。はい。後ろ1回回すと開きますので。テープをカットします。はい。続けてダビング剤を。こういきますよね。この上の部分ですね。スチロールを上側に向けるようにですね。こうですね。はい、押さえ込むようにして、こういう具合にですね。スチロールを上に向けると。で、あとはソラックスですね。ソラックスを作っちゃいます。で、ブラウンパートリッジの余分なところを剥いで、V 字ですね。V 型にして、これを上からつけます。
ベックをつけてヘッドを作ります。でフィニッシャーですね。でカットして、これでヘッドセメントをヘッドにつけます。これが羽化寸前、わずか十数秒間のステージを表現した赤まだらかげろうのフローティングニンフのフライです。ミツトゲまだらかげろうの亜生虫のタイイング。じゃあ下巻きをまず始めます。ここですね、下巻きをします。次にライトダウンの CDC を4枚で2枚を同じ方向に、こう合わせますね。先を揃えて長さを見てからですね、下の部分を縫い取ります。縫い取りますね。これが片方ですね。でもう2枚ですね。で表面を、2枚2枚で合わせますね。表面側をちょっと羽がこういう風になりますの でこの部分カットして、で2枚2枚剃ったところでつけますね。これですね、つけます。ですね、ウィングをつけます。でここのところが V の字型になるようにですね、で真ん中に糸をクロスして通します。これでウィングつきましたね。下のステムの部分をカットします。はい。で後ろの方に下巻きをですね、ずっとこういきます。はい、こうですね。ダビング材を少量取りまして、小さな直後を作ります。マイクロファイバーですね。これを3本。これ色はダークダンです。これがカゲロウのテールですね。尻尾になるわけですね。長さを見て、はい、ですね。つけます。これ開きますので、まあ置いてますね。それでもってこれカットしますね。次にライトダンのタックルステムを。両側にあるファイバーを剥いでしまいます。いいですね。はい、この辺 でこれを切ってしまいます。これを手前側につけます。そうしましたらダビング材を、これはタイトに絞るような格好ですね。くーっとこう絞るような格好で、ですね。次にハックルのこのステムですね。これを均一にですね。これが虫のその複節になるわけですよね。それをイメージさせるようなものですので、ここで巻き止めます。はい、はい、これです。ライトダウンのハックルを取ります。で、指紋を剥いで
この光ってる方ですね、表面の方を自分の方に向けてこう取り付けます。クルプライヤーで挟みまして、このぐらいまで、でこれであとヘッドを作ってしまいます。作ります。きれいにですね、はい、そうしましたらフィニッシャーでちょっとこれを止めます。カットしてしまいました。でウィングの格好を少々整えまして、 V の字ですね、整えまして、下の部分ですね、下の部分が V の字型になるようにカットして、これでヘッドセメントをつけます。これで完成です。CDC の V 字型が風に揺られて、カゲロウが羽ばたいているように見えると、そういうものをイメージして作りました。ああいう出方はもう踊ればいいですよ。飛んでるものをもう追っかけて食ってるわけですよ。魚が狙う虫はトビケラやカゲロウだけとは限りません。 4,5 年前、田代さんは水面を素早く飛ぶ虫のいることを発見しました。それは踊りバイでした。早速捕らえて作ったのがこの毛針です。性が結構あるんじゃないかな。ドラッグかかった方がいいかもしれないですよ。あとこの虫の場合は、水面上激しく走り回っているので、そういう演出のをして釣るということですね。ということは、ドラッグをかけて、釣る場合と流されている場合があるので、ナチュラルドリフトで流す場合と、この2つの要素で釣ります。飛び出しましたね、うん、ほらオレンジ色に光っちゃったじゃないですか。これはネイティブですよ、あの出方といい、なんといい。ほら、うわー、これは綺麗だ。これがあれですよ、この川のネイティブですよ。本当の本物ですよ。綺麗ですよね。踊りバエの生態は学者の間でもまだはっきり解明されていません。